今回のエキスパートは、お茶の水女子大学名誉教授の藤原正彦先生。著書、名著講義を踏まえつつ、名著から我々は何を学び取るべきか、そして、今年2010年、この国が持つべき品格についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べる、ラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。 世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に地の冒険に出かけましょう。Teacher's Profile 藤原正彦。お茶の水女子大学名誉教授。1943年、旧満州新京生まれ。新田次郎藤原定夫妻の次男。東京大学理学部数学科卒業。 同大学院理学系研究科修士課程数学専攻終了。七78年「留学期若き数学者のアメリカ」で日本エッセイストクラブ賞受賞近年は国語教育に関する問題提起をはじめ国家の根幹を問う果敢な発言が注目されている2005年出版の「国家の品格」は250万部を超えるベストセラーとなる著書多数 近所に文芸春秋から出版の名著講義がある。ガモダ研がお送りしているラジオ版学問の進め。今回のエキスパートは、お茶の水女子大学名誉教授の藤原正彦先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、文芸春秋から名著講義、こちらが出版となっています。えー、この本では先生がお茶の水女子大学で十数年にわたって続けてこられた読書ゼミの模様が収められてまして、 えー、そこでは読書を通して、まあ、失われつつある日本人の品格、美徳が改めて教授されてるんですが、授業は毎週一冊、主に、まあ、明治期の偉人の著書をテキストに激論あり、悩み相談あり、笑いありで進行して、まあ、こういった授業を受けられるっていうのは、実に学生さん羨ましいぞっていう感じがするんですけど、改めて今、その授業を思い出して、まあ、十数年にわたるというスパンがありますが、 思い浮かぶその生徒たちの姿とか反応っていうのは、どういうことがありますか、ね、えっとね、だいたい今の大学1年生、それ、大学1年生対象なんですね、はい、新入生。<え>だって新入生っていうのはね、小中高でどう習ってるかっていうとね、日本の国っていうのは恥ずべき国だと、恥ずべき国,ず恥ずかしい国だと、ほうほうね、明治、大正、昭和はね、はい、あの帝国主義、植民地主,主義、ね、うんうん、侵略主義でね、アジア各国を侵略してね、みんなに迷惑をかけた恥ずかしい国だと。あ暗い うそう、はい、その前の江戸時代はね、市の交渉の下ね、庶民はみんな虐げられてた、<laughs> どうしようもない、その前はもっと恥ずかしい時代、その前はもっともっとと、<laughs> ね、こういうふうにわけね <laughs> じゃあもう全然真っ暗な時代から、やっと抜け出してきた,たそ,うんそうなんですね、はい、だから私はまああの、授業の、このゼミの目的の一つはね、はい、そのような名簿っていうかね、勘違いというか、誤解をこの解きほぐすと、うんうん、これが第一なんですね<ー>でそうでは全然ないんだと。 そうでは全然ないんだっていうね。はいはい、いかに誇り高い国だったかって、世界でもね、全くこの例のないようなね、気高い国だったっていうね、こういうことを教えるのが第一でしたからね。うん、あの、そしてそれがですね、あの、学生がみるみる変わっていくんですね。ほうほう私自身ね、洗脳教育していいんじゃないかと、ね、<laughs> 劇的に変わる、ね、劇的に変わりますね。<ー>ゼミの終わりぐらいね、3、4ヶ月経つとですね。うんうん もう、例えば、昔の日本人は素晴らしかったと。うん、で、自分は今まで現代のね、自分たちが最も日本の歴史の中でね、一番進んでる優れたね、人間たちだと思ってたらとんでもないと。うん、自分たちよりはるかにね、例えば明治の人間比べても教養もあるし、見識もあるし、江戸時代のね、女性と比べても、もうはるかにもあの頃の女性の方がね、素晴らしい生き方をしてたんだと。うん、自立していたんだと。まあ、こういうようなね、あの、 かえってね、この劣等感を抱くぐらいね、ああ、なるほど <laughs> あの。過去に対してね。だから、注射が効きすぎちゃったような感じ、ね、<laughs> <laughs> そうか、劇薬がなんか、まあ、<laughs> ちょっと効きすぎたよ <laughs> うな。だけど、まあ、私が先導するっていうのも、そういうね、うん、名著を読むと、 自然にそういうふうに思うようになるわけですね。今読まれていないだけですから。で、まあ、その名著と呼ばれるもの、<laughs> まあ、テキストとされているのが、ニトベ・イナゾの武士道だったり、福諭 <laughs> 吉、学問の進め、内村勘造代表的日本人といった、<laughs> まあ、本当に歴史に名を残す名著の数々ですが、この、 本のセレクトポイントというのはどういうところにあるんですかそれはですね、今話したように、そういう、これまで小中高でね、この、誤って教えられてきたことね、うんうん、特に、 この歴史教育とか、こういうのは、どの国でも、どの時代でも全て変更してるんですね。うん、例えば、イギリスだって、アヘン戦争を教えないわけですよ。<ー>あれほど中国人をめちゃくちゃにねあの、虐殺したようなね、アメリカだってインディアにどれほどね、ひどいこと、あるいは西部諸州ね、メキシコから分取ったわけでしょ。カリフォルニアもテキサスもネバーダもアリゾーナもニューメキシコも全部分取ったわけね。うん いきなりぶん殴ってぶんどったって感じでしょでね、もうそれは、どの国もみんなそういうことやってきてるわけですよね。だけど、その、確かに日本はそういう侵略もしたけどね、やっぱ素晴らしい国だっていうことをね、うん、やはり教えるのに良い本っていうのを選んだっていうことですね。うんうん、時代的には大体いい明治期のものが。そうですね。<い>あのね、やっぱり江戸までのはちょっと読むのが難しいです。古文ですからね。ああ、なるほど。難しいっていうことと、それからね、うん、あの、明治っていうのが、あの、なんていうか、

日本人の目だけじゃなくて、欧米人の目っていうのも入ってきますよね、うんうん、そしてね、現在の日本人の目っていうのは、明治時代の欧米人の目と同じなんですよね<ー>だから、欧米人がどう見てたかっていう当時ね、幕末、明治、えー、維新をね、うんうん、そういうのを読んだりするとあの、よくわかるんですね、ですから、その日本人の書いたものと外国人もどう見てたかとか、そういうことも比較、参照しながらね、<ー>見ると余計あの立体的にあの見えるってことです、ね。ななるほどなるほほどど 現代の日本人の目というのは、当時の外国人の目とほぼイコールとそ,うそうなんですね、特にヨーロッパ人の目と同じなんですねんふんふん。だからこそ、いろんな驚きや発見がそこに含まれる、ねええ、ほとんどは絶賛でしたよね、ほとんど絶賛9割は絶賛ですね、1>, 1割ぐらいはもう日本人っていうのはね、大嘘つきでどうしようもない、下船の国だっていうのはね、うそういうような人もいましたけど、9割の人は絶賛でしたねじゃあ、それも、まあ、それを読むまではなかなか。 ね、習ってこなかったような歴史がそこにある、ね。そうですね。っていうのはやはり、うん、まあそういう教育されてきましたよね、とにかく、うんうん、あの、封建自体は悪いもんだとかね。 もしも封建時代がそんな悪いんならね、例えばケネディ大統領とかクリントン大統領、民主主義のね、騎士みたいなアメリカのね、大統領がだ政治家として誰を一番ね、この尊敬していたかっていうと、上杉鷹山ですからね、要するに封建君主ですよ。米沢派のね。すねうん、要するにね、その日本の封建主義っていうのは、欧米の、ヨーロッパの封建主義とは全く無関係なんですよね。うん、ヨーロッパの封建主義っていうのは、君主が庶民を このむさぼり空っていうね、搾取すると、とにかく搾取に搾取、血も涙もない搾取ですよ。日本は全く違くて、この君主がその領民に対して、即院の上でいつでも接してたんですね、上杉鷹山クラスの人、他にもゴロゴロいたんですね、もう各地方にね、こういうね、ヨーロッパ人も明治維新に来てびっくりしたんですね、よほどひどい国だと思って、爆発に来たらね、全然違うんだと。 この封建時代に来たと思って、みんなビタルで。さっき言った通りね、九話の人は日本の景色とか。礼節とか、あのー。いろんなね、あのー、道徳とね、絶賛していて、一応ぐらいはけなしてる。しかし十割の人、完全に一致してるのは何かというと。日本人はみんな貧しいと。しかし幸せそうだと。うん、こう言ってるんですね。これはね、大変なことなんですよ。うん、欧米人にとってはね。金持ちっていうことは。 幸せなことだと。うんうん、貧しいっていうのはね、恥ずべきことであって惨めなことだと。うんうん、誰もが残一人残らずみんなそう思ってたわけ。うん、日本に来たらその根底がひっくり返されちゃったみんなボロを着て、ニコニコ笑ってね、礼節をきちんと交わして、そして冗談を言い合って、うん そしてこの親切に助け合ってと、みんな幸せそうにこにこしていると、うんうん、これを見て頭がくらくらしたんですね、これはね、あのー、今、この市場原理等がね、ぶっ壊れて、今ね、どうしていいか、実は世界中が分かんなくなってるんですね、さあ、共産主義はだめになったと、新自由主義もだめになったと、じゃあ、これからどうしたらいいんだろうと。世界で唯一日本がかつて 貧しいけれども、みんな幸せそうだっていうね、うん、国を作ってたと。その基盤は何だったんだこういうことをね、これから研究する必要は、2 0世紀のキーワードになんなきゃいけないですね。なるほど、なるほど。うん、そうか。じゃあ、その幸福イコール富という、当時の西洋人の価値観がもう、すっかりぶっ壊れるぐらいの衝撃がそこにあった、うん、そうです。 まあ、西洋人の価値観なんて、ね、いい加減なもんだね。例えば共産主義ではね、<laughs> はい、この幸福イコール平等でしょ、ね。しかし結局共産主義で平等にもなんなかったしね。平等になったって結局はね、やはり努力は報われたいと誰も思いますから、成立しないですよ。今度新自由主義はね、平等とは富だと。とにかく富を最大化することだけをね、全ての人がめがけてきたわけでしょ。それで 非常な不幸が日本だけじゃなく世界中に広がりましたよねで、それ今、回復作業中ですよね、なかなか進んでませんけどもね、このようにね、簡単に変わることなんですよね、しかし、そういうあれではなくてね、あの日本人がそういう貧しいけれど、要するに経済的なあれとは何の関係もないね、 幸せっていうね、これを掴んでたっていうのはね、うん、世界中どこを見ても、どの時代を見てもありえないことです。うん、日本だけがそれを成し遂げたってこと,です、ね、ということは、いよいよその明治期の,そ,のそういった書物を、うん、その日本人のみならず世界中の人たちが今読むべきもうちろん世界の人が読まなきゃいけないんですね。<ー>要するにあの、当時の目はやはり日本っていうのはね、あ,のあれ、日本人はちょっと違うなとね、うん、そもそも日本人の道徳とか、礼節っていうのがね、何に似てるかって ヨーロッパの上流海峡と同じななんんでですねねそれでねみんなびっっくりしちゃだから例えばね、アジアをずっと通ってきて日本に来るでしょ、うん、アジア人がみんな真っ赤だからあの辺歩いてても、誰もびっくりしないわけ、うんうん、ヨーロッパ人が。日本に来るとね、みんなどぎも抜かれちゃうわけ、なぜかっていうと、その振る舞いだとか、道徳だとかね、そのいろんなものがねヨーロッパの上流階級と同じようなね、うん、この 周知心とかね、全部あんのに、裸だけに関してはね、平気でね、外人が通るとね、古屋から男女がばーって裸が出てきてね、じろじろ見るっていうね、僕だったら、僕はヨーロッパ人だろ、自分のほうからじろじろ見たいけどもね、みんながじろじろ見たっていうこれを見てね、驚愕するわけね、やはりも全然違う人間だったわけですよね。なるほど、なるほど。やっぱそれほどね、すごいものを持ってたっていうことですね。そうか 精神というのは気高い。まあ、非常にノーブルなものがそこに。 厳然そうです。もう道徳なんて欧米人なんて比較にならないですからね。もう向こうはお話にもならないもういろんな人が書いてますよ。とにかく向こうではね、道徳っていうのは、教会で主に教わるわけですよね。こんな悪いことしたら、例えば嘘をついたり、人を裏切ったりね、こういうことするとね、死後ね、地獄に行きますよと。牧師さんにね、脅されて、道徳を守ろうと、悪いことすまいと。だけど日本人っていうのはねみんな 生まれつき道徳を持って生まれてきてるみたいだと、うん、ヨーロッパ人においてはものすごい重荷だとそれが、うん、道徳が、はい、日本人は平気の平座で誰も彼もね どんな貧乏にもみんなそれを身につけてると。<ー>びっくりしちゃうんですよね。うんうん、そもそも家に鍵のある位置は一件もないわけ、日本中に。鍵なんてないわけうん、うんで。ヨーロッパ人が旅館に泊まってねあの、これちょっと大事なもんだから預かっててくれっていう旅館のある人に言うとね、わ、うん、かりましたって言ってね、その部屋の隅にあったね、探索でそこにポンっているとしまたから <laughs> どう、大丈夫かってね。<laughs> <ー>そしたらね、10日ぐらいと泊まったけどね、元通りにあるんだってね。一体なんていう国だってね。 彼らにはもう理解できないです、向こうはすべての,、ね、その引き出しに全部鍵があるわけでしょ、うん、家にも鍵、日本は家にだって鍵なんて、うん、あるうちないわけですからね、大変なね、このショックなんですよ、<laughs> しかしね、こういうことを評価するっていうのはね、うんうん、長いことね、日本で禁止されたんですね。 で,でね、よく、ね、戦後ね、GHQ がそれを、ね、禁止したと、それからその後 GHQ が辞めたと、日教組が禁止したと、そして日本はいかに悪い国だったかということをね、あのー、日本に洗脳したわけですよね、ーで特に GHQ の主目的っていうのは、日本が二度と立ち上がってアメリカに歯向かわないと、これのみを考えて、日本を骨抜きにして、日本人が日本に対しての、 この誇りとか自信を失うようにした、それをそのままね、日教生が受け継いできた、したがって今、70歳以下は総崩れんなんですね、しかし本当はね、それは誤りがあってね、戦後だけじゃないんですね、明治の頃からもうね、江戸時代までを否定するっていう空気があったんですね。というのはね、明治の人間にとってはね、もう自分たちは封建時代を捨てたんだと。うん、これからは、ね、この欧米化でね どん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 文明開化で新しいものをやっていくんだとねで。昔のものはもう全部ね、捨てようっていうから、うん、一切前のことをね、話もしないし評価もしないんですね。例えばね、東大の医学部でね、活躍したある医者なんかね、日記にか出てますけどね、日本人に日本の歴史のことを聞くとね、 みんな日本のインテリ階級の人はね、うつむいちゃうって言うんですね、うん、日本に歴史なんかありませんと、恥ずかしいね、何にも恥ずかしいものだけですって言ってね、うつ、ん、むいちゃうっていうわけね、うん、もうすでにその時から、江戸時代までを頭から捨てようと、うん、そういうのが百何十年続いてきたわけね、うん、戦後だけじゃない戦後はそれにさらに加速されたわけだけどね、こうですから、江戸までが、江戸時代までの日本の素晴らしさね、封建時代なんて欧米の封建と全く違う。 なんと素晴らしい国をこの平安時代からずっと作ってきたか、これがね、130、40年後に否定されてきたってことですよね。で、これも日本人から自情能力的にこれがね回復したんじゃなくてね、うん、10年ぐらい前にこのオックスフォードの学者たちがね、うん いろいろ調べてみたらね、17世紀のことを調べてたら、当時ね、ロンドンが一番世界で優れてると思ってたわけ、市民生活。うん、そしたら、江戸の方が問題にもならなくて上だってことを気づいちゃったわけね。うん、あらゆる点で、それは識字率だって上だしね、このエコロジーだって上だしね、いろんな環境も何もかもね。 これでね、研究が始まって、それで日本人に火がついて、うん、それで見直すっていう運動が10年ぐらい前から出てきたんですね。百数十年にわたって否定されてきたんですね。ものすごい宝物を持ってたから、<も>千年にわたって。そうか。それはでもかつて厳然としてあったものが。あったもんですよ <laughs> そうですね。<laughs> でっち上げてるもんじゃないですからね, <laughs> ね。そうですね。でもそうしたものをやっぱり改めて、 こう掘り起こすというか、再評価ということにも、こういった名著を読むことによって、それはつながるということになってくるわけやはりあの、私は学生にね、とにかく人の言うことは一切信ずるなと、うんね、新聞もね、<laughs> うん、テレビも、何もこの信ずるなと、うん、その大学の教授も信ずるなと、とりわけ僕の言うことは信ずるなとね、<laughs> こう言ってるわけそれ、はい、とにかく本を読めと、うん、本をどんどん読んで、そして自分の頭で考えろと、うん、それだけなんだと。な それをねねやっっぱり学生に教えたかったかっということもありますだからもう片っ端からね、うんうん、本を読みながらも、本のこの部分は全くおかしいっていうことを批判するしね、うんうん、どんな本だって、ね、いい部分と悪い部分はありますからね、うんうん、どんな権威が書いたってね、何言ってんだ、このアホっていうのは、いくらでもあるわけですね。うんうん、ノーベル賞のやつが何か言ったと同じことですからね、しかもこういう読み方をきちんと教えてね、自分の頭で考えると、迎合、うん、しないと。 特に大学の教授の言うことは信じるな。そういうことを言ったわけですね。<laughs> そうですか。じゃあ、まあでもそれによって、こう、いわゆるリテラシーが上がって、 そのためにリテーシーを上げるためにも、もうとにかく読みまくるということになってくるそれはだってね、岩根文庫、週1日ってのはつらいですよ。いやー、相当なもんですよそれだけだって大変だけどね、ほかにいろんな授業受けてるわけでしょ、それを僕は強制するわけでしょ、だからね、最初ね、私のところに何十人って応募するんですね、それで抽選で20人に切るんですね、結局はでも5人ぐらい脱落するんですよ、読めなくなってね。でも人ぐらい 歯食いしばってついてきますよねう、うん、そうか、うん、でもね、本当にそれで乾燥した暁には、すごいものを得てる全然変わっちゃいますからす、ね、人間がね、<ー>それからね、あの授業中はあの論争しますからね、うん、その論理的にこの物事を。 この述べるっていうね、こういうあれもうまくなるし、それから毎週、その感想を書かせますから、例えば私がそれを添削して返しますからね、文章力ね、そういう表現能力、書いたり話すっていうことは、これはね、論理的思考に最もいいんですね。数学いくらやったって論理的になりませんからね、世の中の人は数学とか算数やれば論理的になると思ってるけど、数学における論理と、通常の世界の論理とは全く違うんですね。通常常ののね日論理を きちんとね、身につけるには、論理的に話したり、論理的に書くと、これが一番いいんですね、うん、だそれもやってるわけですね、このゼミで、したがって、もう本当に3ヶ月半ぐらいでね、うん、変わっちゃうんですね、だからもうそれ、終わってからもね、みんなでね、読書をみんなであの続けたりね、うんうん、一緒になって、グループでね、とか、卒業してからもね、いろいろ私に行ってきますよね。そうか Get knowledge with fun. さて、えー、本の中では先生にお伺いする上での重要なキーワードとなる先ほどもちらっと出て申しました、ね、即印ですとか献身そして愛という言葉もたびたび出てくるんですがそういった言葉への、まあ、学生たちもしくはもっと広く今の若者たちの反応というのはどんなものなんですかね やっぱ、ね、一応、最初は古臭いものということですね、<ー>そこになんて<ー>どういう意味かも分からない子もいるしね、例えばねあの、英語なんかでもそういう言葉ないわけですよね、うんうん、自分の僕、それを、ね、この英訳するなんて言い出したときに、ね、それを、ね、どう訳していいか分からないわけで、イギリス人が訳したけど、どうも、ね、気に食わないわけね、そういう、ね、日本人ならではのね、そういう深いね、 感情とも情緒とも違う、その、同情とも、哀、うん、れみとも違うね、うん、即因っていうね、うんあの、こういう言葉は昔にあった言葉で、それで今ほとんどない言葉ですからね、うん、古いと。で、献身なんていうのはね、これはもう戦後特にね、うん、これは軍国主義のあれだと、うん、日本っていうのは、あの、国家への、軍への献身によってね、侵略したんだっていうことで、献身は悪いことだと、うん、こう習ってきてるわけでしょ。うん、献身なんてしちゃいかんと、個人主義だと、うん、自分が一番大事なんだと。 しかしよく考えればね、いかなる宗教をね、イスラム教だろうとキリスト教だろうとね、何教だろうと、献身っていうのはね、最も美しい行為なわけね。うんうん、自分の命を捨ててね、100人の人を助けると。うんうんね、これは最も美しい行為ですよ。 ね、だこういうのは、ね、あの知らないでね、とにかく献身というのはね、不潔な言葉だと、戦争につながる言葉とね、GHQ 日興層の仕業ですよね、これでね、みんなそう思っちゃって、とか、日本というのは献身だけでこうやってきたわけでしょ、例えばアインシュタインがね、大正11年に日本に来たんですよ、で日本人に来てね、本当に日本人というのは特実で、献身ということを知ってる素晴らしい国民だと、例えばね、どっかにね、利益が転がっていると。 自分の母国のドイツだったらね、もううわーって人々が集まって、それを奪い合いになると、日本はそういうこと絶対しないんだと。うん もっともね、アインシュタインはさすがにね、もう大正11年だけど、日本がね、第一次大戦後でね、この軍備を拡張をどんどんし始めたと、これに対してね、軍国主義化にこの懸念はしてるんですね、うん、そこはさすがですよ、しかし日本人の本質の素晴らしさはね、献身というものを見てるわけ、うん、戦後の復興だってね、人々が会社に対してね、 献身したからああいうことになったわけでしょ、うんうん、今見ると不況になったらばんばんとリストラしないでね、うんうん、まず上の方から月給を半分にすると、そして最後に下を半分にすると、こういう献身ですよ、終身、うん、雇用っていうものでね、従業員はねその会社に対して一生かけてもよいような忠、ね、誠心、それに応えて、経営者は終身雇用で応えると、うんうん、こういうね絶対世界が真似できないようなね、こういう献身と即印というね、 こういうので成り立ってたわけですよね。で、これが今ね、全部崩れちゃったと。で、これがね、あの学生たちがね、それを古いもんだとね、もう使われない言葉になっちゃったから古いもんだとね。しかし、これはね、今の低迷するね、この経済なんかを立て直すためのね、一つの大きなヒントになってるんですね。日本型の資本主義っていうのはね、世界で最も優れてたんですね今言ったようなな家族ファミリー的なね。 献身とそれに対して、この側院という関係ね、あるいは銀行と会社の,あの関係もね、今こちらが苦しいから、こちらが、まあ、多めに見てやろう、今こちらが苦しいから多めに見てやろう、こういうね、今のような契約という論理の関係ではなくてね、うんうん、人情で結ばれてたわけ、うん、それはね、大企業と下請けも同じですよ、契約の論理の契約じゃなくて、人情で。 こういう、ね、日本の柔軟な構造ね、うん、これが、ね、実は世界で最も優れた資本主義で、うん、これを世界に教えなきゃいけないわけね、うん、これを、ね、うっかりね、1990年代の初めにバブルがはじけたときね、日本的な刑法式はもう古いなんてね、みんなで言い始めてね、うん、それであの早く乗り遅れないとバスに乗り遅れちゃうなんて、アホなエコノミストたちが言い始めて、そして市場原理主義に行ったわけでしょ。 それで日本は大変なことになっちゃってですよね、うんうん、10年間ずっとデフレ不況でしょ、みんな、世界はリーマンのあとですから、不況なの、うんうん、日本は10年間ですからね、リーマンのせいじゃないんですからね、うん、そこをみんなね、小泉時代からずっとデフレ不況ですからね、10年間ですよ、うん、やはりそういう最もね、優れた資本主義を捨てて、最悪のね、米英型の資本,資本主義ね、弱肉強食。 のどうしようもないね、あの歴史的誤りのね、うん、経済学に行ってしまったってことです、ね、なるほど、でもそういった即院とか検診とかを捨ててしまって、最悪な環境になってしまっている現状ですけど、ね、じゃあ、どうやったらそれは取り戻せるですかね。 これは難しいですよね。と、うん、いうのは世界中が今それに染まってきてるわけでしょ。うんうん、だから本当は日本が率先してね、世界を洗脳しないといけないわけね。うんうん、しかし日本は言語能力もないしね、発信力もないからそれは無理なんですよね。したがって唯一できることは、日本人がまずこういう本をよく読んで、うんうん、そのような日本人ならではのね、その形っていうのかな、基本的な形ですよね。これを取り戻すと。<ー>そして素晴らしい、 社会国家を作ると、うん、でそこではねこの例えば老後の不安もないと、うんね、年金の不安も医療の不安もないと、で子どもたちは一生懸命本を読んでると、うん、で野山は走り回ってると、うんうん、それで登下校の時には歌を歌ってると、うん、飛行も麻薬もエイズもないと、鍵を閉めなくてもね外出できるほど治安もいいと、こういう国を、ね、もし日本が作ったとしたらね世界中が見に来ますよ。うん、あれと 世界中がどうしてもね、論理的に考えて構築できなかったね、この幸せな社会とて日本だけが構築したと、うん、秘密はなんだと、すぐにこう調査しますよ。で彼らはすぐにそれを解明するんですね。なるほどと、日本人というのは、論理とか合理とか理性、こういうものを非常に尊重していると、これはもともと日本にないもんですよ。うん、明治になって欧米にね、習ったもんですよ。論理、合理、理性ね。うん、日本人はこれを非常に尊重していると。 しかし、それに加えて、日本人が昔から持ってる美しい情緒とか道徳とか形とか、こういうものをそれに付加していると、それによって素晴らしい国を作ったんだと。うんうん、なるほどと、みんな世界中が日本を真似するようになるんですね。うん、そういう形で世界を強化していくと、ね、あのそれが大切なことですね。世界の一周先を走っちゃってるわけですから、うんうん、今、そういう社会を作ってね。 そのためにはこういう本を読んで、過去、どういうふうに日本はなってたのか、いかにして高貴な国を作ることができたのかということを、ね、調べないといとけないんです、ね、んなるほど、じゃあ、まず自分の身をもってその判を示して、で、俺を見ろと、そういうようなことなんですねですで説教する必要ないんですねはんはん、背中で教えてやるという、えーえー、そうですは ファンタジーではなくて少なくともまあ20年ぐらいまではどっかにはあったであろうものがそうです。なわけですよね。そうです。それをじゃあ我々自身が取り戻すのが真っ先。 そうですね、だけど今、読書離れがどんどんね、激しくなってね、そっちの方向にあの向かってないですよね、うん、そして日本人はとにかくもう70歳以下が総崩れですから、うん、いいのは80歳以上だけでね、<laughs> 要するに戦争までに、ね、思春期を終えた人ね、70代が入るっていう感じですよ。だからね、これはね、年取って、80以上半分ぐらいがもうだめでしょ、だからね、要するにね、もう頼る世代がなくなってきてるんですよね。ただ、ね、若い世代が悪い れっってていいい噂多んですねね今のだからね、若い世代に意外と期待できるかなってね、40から70ぐらいはね、まあだめとしてもね、私も入っちゃうけどね、若い方がねいいっていう噂があるから、そういう人たちがね、巨人単海にね、そういう日本の素晴らしさをね、取り戻して、そういう社会を作るってことですね、今、本当に世界がね、それをね求めてるんですね、どうしていいか分かんないでいるんですよ。だからね例えば リーマンでめちゃくちゃになったでしょ、うん、この新自由主義だってね、私が国家の品格で、ね、予告した通りになったわけですけどもね、特にこの金融ですよね、めちゃくちゃなデリバティブっていうね、あの金融派生商品っていうものを、そのサブプライムみたいな、ああいうものがを野放図にしたわけですよね、うん、でねこれをねきちんと規制しなきゃいけないわけですよ。 まだできてないんですよ。うん、全然。うんうん、ね。要するに EU はね、アメリカに規制しろって言ってるけど、オバマもしろって言ってるけど、議会が一切通さないんですよね。うん、金融機関は猛烈に反対してますよ。世界、まあ、特に米 A ですよ。うん、日本はアメリカに言うことのそのまま従いますから、日本も反対して。こういうことで何にもね。 で、また、前と同じようなことを何年後に繰り返すってことになっちゃうんですよね。うん、で、なんでそれを、ね、規制できないかって言ったらね、そういうのを規制しちゃった後ね、どういうふうにしていいかわかんないんですよ。共産主義に戻るのよ、あれはもう失敗が劇的にわかってる。うん、で、資本主義の一番先端的な、これもダメになっちゃったと。うんうん でも、経済学だってね、それ、この、人間のね、その平等を最大化する、あるいは理潤を最大化するっていうのは経済学あるけど、うん、幸せを最大化するっていうのは経済学は存在しないわけね。欧米が作ってこないわけ。うん、日本で経済学者眠ってましたから、何も自由に持ってないね。向こうのを学んできただけですからね。従って、きちんとそれを日本が作り上げていかないといけないということですね。うんうん、その時に、本当に今言ったようなね、 その日本人の持っているいろんなものがね、あの役に立つと。うん、で、論より証拠と、日本人が自らそういう。国、うん、社会を作るということですね。なるほど、なるほど。そのためにも、若い世代のポテンシャル。非常に期待できるし。そうです。それで、読んどいって。そうです。いけと。そうです。いうことなんですね。let's get knowledge with fun。 ガモの意見がお送りしているラジオ版学問のですね、今回のエキスパートは、お茶の水女子大学名誉教授の藤原正彦先生です。えー、文芸春秋から名著講義が出版となっています。えー、この本は、まあ、いわば書籍を通して国家の品格を解くという、そんな内容にもなっているんですが、そして今年2010年というのは、その大ベストセラー、国家の品格から5年目という年でもあるんですけど、その国家の品格でなされた新自由主義、市場原理主義への警告というのは、先ほど先生もおっしゃいましたが、 まあ不幸にもズバリ現実のものとなってしまった、このことへの思いというのは、どうですかそうですねあの、要するに、要するにエコノミストとね、うん、言われる人々がね、寄ってたかってねあの、新聞もそうですよ、ほとんどの新聞が。 このみんなでねあの、グローバリズムとか、例えば株主市場主義とかね、ああいうものをね、どんどん取り入れないとの、世界から取り残されると、バスに乗り遅れちゃうと。うんうん、バスに乗り遅れちゃうっていうのは、戦前ね、三国同盟に行くときに言われた言葉ですよ。うんうん、そうやって国民をに不安を煽ってね。うんうん 言ったわけですよねで戦前における最も大きな間違いというのは三国同盟に入っちゃったことですね。うん、でそれと同じようにしてね、市,市場主義に。したがって、これはもうね、エコノミスト、新聞、マスコミ、すべての。 未だにね、それを支持してるね、評論家やテレビもあ,ありますからね、いわゆる小泉派、竹中派っていう人々ですね。うん、で、私はもうこんなのはね、数学者から見たら、ああ、もう、間違いも間違い、とんでもない歴史的アイドっていうのはもう、2000年の頃から分かってたわけね。うん、しかし誰かが言い出すもって言わないから、2005年になってね、うん、<laughs> これはもう次元核爆弾だと。うんうん、こんなことがね、通ずるわけがないんですね。 したね、この、このようなデリバティブね、つまり金融発生商品っていうのは、あの当時ね、もうすでにね、残高が、世界で1兆円のね、2万5千倍になってたんですね、2005年で。1兆円の2万5千円ね。単位がわかんないですねで。今はそれがね、1兆円の6万倍以上になってるんですね。だからこれはもうね、で、私あの時、これはね、次元核爆弾であると。うん 何かがあればね、すぐに1000兆規模の不良債権が世界に出ると、その通りになっちゃったんですね。額、うん、までね。うん、でね、あのー、しかし、私にとってあまりにも当たり前のことってね、<laughs> 数学者っていうのは本質以外に興味がないんですね。うん、他何にも興味ないから、うん、本質だけを見てると、そういうことになったわけですね。うん、で、その通りになったと。うん、で、だからね、私はね、嬉しかったんですね。うん、だけど、やっぱね、これによってね、職を失った人 うん、路頭に迷った人がいっぱいいますからね、だけど私がね、一番嬉しかったのはね、ある金融機関の、ね、トップの人に聞いたらね、うんえー、それは3年ぐらい前2、2年ぐらい前ですけどもね、お宅はね、そのデリバティブに引っかかりましたかって言ったらね、いや、あの1、2年前にね、素晴らしいお、ね、いしい話がありましたと、投資でですねししかかし国家の品格読んでたからね。 なんとなくね、なんとなくっていう感じがしてね、うん、手を出さなかったっていうんですね。<ー>それで首の皮が繋がりましたって、ね。あの時は非常に嬉しかったですね。やっぱそういう人も少しはいたっていうことですね。うん、なるほどね。そうか。でもまあ、数学者の目から見たらもう、火 <laughs> を見るより明らかな結果になってるそうです。ということなんですねそです。そうです。そうか。まあでもその、国家の品格が出されてから、まあ5年ぐらい経ってるわけですが、その、 この間それこそ、まあ、それで助かった金融機関もあるというか感じですけど、そのこの国の品格というのは変化はありますかえっとね、うん、品格自身はね、あまり変化ないですね、うんうん、しかしねあの、特に若い人を中心にね、 この日本とか祖国っていうものをね誇りに思うと、そういうのはね恥ずかしくないと、口に出すことが恥ずかしくないと、こういうのがだんだん強まってきましたね、やっぱそういうきちんとねものを見てね、日本というのはやはり誇れる分があるんだってね。 こういうのをね、うん、口に出して言えるようなね、時代にだんだんなってきてると。これはね、非常に良かったと。うん、それから、あのー、もうもう具体的に言えば、例えば、新自由主義ね、市場原理主義に対する、ね、風当たりがものすごく強くなりましたよ。うん、リーマンショックより前からもうすでにね、うん、相当厳しくなってきてましたよね。うん、これなんかもね、あのー、 随分インパクトがあの本あったなと思いますね。うん、しかし品格自身はあまり変わらないですね。<laughs> <laughs> まあ著者の品格も品格だからね。<laughs> 品格というのは、まあそれこそ一朝一夕には変わるもんでもないでしょうし、その、それこそ積み重ねな,ないと土台そのものがないんでしょうから、まあ時間がかかるものかもしれないですけど、うん、その、世界の中の日本ということではどうですかこの5年間の間で何か変わった 感覚はありますか。あのね、世界もだんだんね、うん、あの実はね。 日本人が自分を卑下してるほどね、世界は思ってないんですね。うん、日本、世界やっぱり日本すごいと思ってるんですね。うんうん、例えばいろんな統計でね、例えばヨーロッパのホテルズでね、うん、例えばどこのお客が一番ね、素晴らしいかっていうのも圧倒的に日本人って言うんですね。<ー>うん、これはね、やっぱきちんとね、うん、この道徳を守ってね、めちゃくちゃしない、どんちゃん騒ぎしないね、きちんと規則を守るとかね。 あのそういうジェントルマンのね、やり方ありますよね。うん、そういうのとか、それからしつこくね、クレームをつけないとかね、こういうあのあ,あってね、で、あの例えばせ他の国でもね、世界で最もね、この素晴らしい国なんていうのをね、投票させたら日本はほとんど常にね、ベスト3のどこかですよね。うんうん、だからね、やはりね、世界も日本に来て見たりするとね、例えば繁華街に塵りがひろ転がってないとか、 ね、食い物がこの非常に清潔であるとかねあ、あるいは人々の礼節とか、そういうのを見てね、やはりだんだんね、評価は上がってきてるんですね、んうん、だからね、世界の中の日本っていうのはね、割合とね、よく評価されてるんですね、んうんえー、だからね、それはね、もっと誇り持った方がいいいと思います、ねんまあ、なんかそれもちょっと日本人の特性なのかもしれないですけど、それこそひげしちゃうような部分がありますけど。で <laughs>、まあ、でも実際にはそこまで はひどくないんだよと。そうい評価的にはうそうですね。うん、まあね、日本人はね、またこれはね、素晴らしすぎて謙遜なんですね。ね <laughs> <れ>でね、だからこそね、このイギリ明治維新の頃来たイギリス人たちの評価が高かったんですね。というん、てのはね、謙遜というのはイギリスでは、中上流階級のものなんですね。うん イギリスの階級社会ですから、下4分の3には無関係なんですね。上4分の1の人が、この謙遜っていうものを非常に重要するんですね。謙遜とかユーモアっていうもの。これがイギリスのジェントルマンシップの最も重要な。日本人はそれをみんな持ってたわけですよ。日本人のユーモアはすごいんですよ。みんながもうゲラゲラ笑う。イギリス人がね、この冗談を言うと日本人がブワーッと笑うと。それ,でそれをまた日本人が他の日本人に言って、そこでも笑いが広がってくるって言ったらね、感心してるわけね。 ここにね、落語もあったでしょこういう,、ね、う非常にこのね、笑い、ユーモアね、うん、それからそういう謙遜、うんうん、こういうものもね、あったってことですよね。うん、そうか、<で>なるだからね、非常にね、この、ジェントルマンとしてね、うんうん、なんでこんなことになっちゃったかというと、うん、結局はね、もともと武士道っていうのがね、江戸時代になって戦争なくなっちゃってね、もともとは武,武士道っていうのは、 戦うもの,のね、おきてですよね、卑怯なことしていかんと。うん、それがね、江戸時代になって戦争なくなっちゃってね、武士やることなくなっちゃったわけね。<laughs> でみんなね、一生懸命町人も百姓も働いてるのにね、自分だけね、なんか、まあ、役人のことは少しやるけどね、うん、あれしてるのはちょっと間が悪いからって言ってね、武士道、武士道精神っていうものに高めたんです、<う>国民精神に、はいで。それを自分が身につけることによって尊敬を得たんですよね。うん、でそのの中心にあるのが その戦いの起き手とはもう全く違うね、慈悲だとか、側因、うん、だとかね、卑怯に憎むとか、うん、勇気とか正義とかね、忍耐とか誠実とか、こういうもの。で、これ、今言ったのものが全部そのまま、紳士道なんですね。ああ、イコール。ジェントルマンシップです、うん、イギリスの。<ー>だからイギリス人っていうのはもう日本に来て、 おと思ってびっくりしたんですね。<laughs> な,な回女性はもうみんなね、イギリスの上流階級と同じですよ。おうおう恥ずかしがってね。裾はちょっと乱れただけで恥ずかしがるとね。うんうん、裸は見せますけどね。<laughs> 銭湯は全部混浴でしたからね。<laughs> はい、裸は恥ずかしくないけど、裾は乱れるのは恥ずかしいと。うんまあ、ちょっと奇妙ですけどね。うんうん、まあ、この、そういうね、それからこの、優雅なね、この作法ですよね。 これはもう本当の上流階級のトップと同じような、これでね、日本人はすごかったんですね。なるほどそれをね、今、だん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 忘れてね、いや、欧米、特にアメリカナイズされてきてるでしょ、そうすると日本の魅力っていうものもね、んどんどんなくなっちゃう、うこういうことですよね。なるほど、なるほど。でもまあ、謙遜という部分では、まだ残ってるということです、ね、謙遜がね、やっぱこれは根深いですね,あのね。でもこれはね、イギリスでも残ってるんですね。もああもうねね私もケンブリッジ大学で教えてる時、ね 学生に聞くけどね、あ君どうな、将来どうなの、何やりたいと思うのって聞いてもね、いや、まあ私あ,の、まあ大したものになれないからね、<laughs> なんかね、ケンブリッジっ,ったらね、トップ中のトップですよね、<laughs> その人たちがね、何にもそういうことはね、まあ、普通に生活できればいいなって言ってるわけ <laughs> で、アメリカの大学で教えてたとから、アメリカの学生っったらね、2>, うん、2分の1と三3分の1もできないような女子学生がね。<laughs> 大統領になるってマジで言うわけね。<laughs> とにかくね、本当に真面目なわけで、笑ったら怒られちゃうよね。あ,あうでセオ I am serious ってこう怒られちゃうわけね。冗談じゃないよと。いや、すごいね。だからね、アメリカも全員がそう野心的なやつね。ああで、要するにね、文明が成熟して、文化が成熟して、うそういうあれを通るとね、こうになるんですね、ケンン日本もやっぱね、何千年の、二千年の歴史があるから、こういうイギリスもね、 長いから、こうにね、謙遜っていうものがね、この、微徳になっちゃうんですね。だからイギリスの経済あんまり良くないですよね。やっぱね、謙遜してちゃダメですよ。謙遜しないと俺のもんだって言ってね、利益に殺到しないとね。だからアメリカいいですね。中国はこれから良くなるんじゃないですか。アメリカ人と似てるから。なるほど。日本はやっぱりイギリスに似てるからね。だからね、謙遜っていうのはね、この、 品格っていう点では素晴らしいんですね、しかし、経済っていう点では、非常なマイナスってことです、ね、<laughs> なるほど、でも、そのこと、品格に関しては、じゃあ、謙遜という根っこがきっちりまだ残ってるという状態は、まだまだ本当、捨てたもんじゃないでそれはね、大したもんですよ、謙遜のある国っていうのは、世界でもほんの少しですからね、しかも、イギリスはさっき言ったように、下4分の3は全くないですよ、アッパーミドルっていう中の上ね、それと上流だけのもんですからね。これをね日本人は 全面的に持ってますよ、日本は。すべての人がね。これはね、日本人は素晴らしいですよ。そうか。じゃあ、全然大丈夫じゃないですか、まだ。ええ、だからそういうね、隠れた、そういう品位っていうものがね、非常に高いんですよね。だからね、海外でね、あの、日本人以外の人がね、アジアの人たちが悪いことするときにね、私は日本人だって言って、相手を信用させるっていうね。それからヨーロッパに行ってもね、私は日本人だって言って、ホテルをね、 安心させて悪いことするとかね、<laughs> こうに使われちゃうわけね、<laughs> もうこの人はね、うん、もうデパート行ったってそうですよ、うん、もう私デパートでなんか買い物してね、パスポートのなんか、タックスリファンドってあるでしょ、あのやってたらね、日本人っていうのは素晴らしいってそのおばさんが言うわけ、うん、今まで騙されたことが一度もないっていうの、<laughs> 他のね、アジア人にはみんな騙されたと、うん、日本人には騙されたことないっていうね、うん、同じことね、ロンドンでも聞いたね。 みんんなそういういい信用度が抜群に高いんですよねやはりそういうね、誠実っていうね、うん、こういうものはね、もうほとんどヨーロッパ人が言った通り、生まれつき、ね、持ってきてるんじゃないかとね、うん、生まれつき持ってきてるわけないから、うん、あのやはりね、あの子供の時のしつけですよね、うんうん、特にわれわれの子供の時はね。 そんなことしたらお天道様が見てるっていうようなね。うねこういうね。そういう表現がありますね。うんうん、美しい発想ね。あるいは親を泣かせるとかねーー、うん。そんなことしたら親を泣かせるぞっとね。先祖の顔に泥を塗るぞとか。うこういうね、美しい発想によって、この自分の行動とか言動を自己規制してたわけですよ。法律によって規制したわけじゃない。法律によって、 言動とか行動を規制するっていうのは、いやひな国。下品な国なんですね。日本はそうじゃなくて、高貴な国。うん、要するに、道徳とか倫理とか、今言ったような美しい発想によって、自己規制してた国なんですね。なるほど。お天道様が見てるから、すぐ<う>に恥ずかしくないそうです。お<ー><う>神様が見てて、それを罰するとか、そういう資源じゃないですね。ですね。 いわわるおまわりさんが見てるからとかそういう違うんですね。そうです。ああ、はあ、はあ、はあ。そうか。じゃあ本当にその根っこのところはしっかりしてるだけに。そうです。もう全然大丈夫大丈夫ですよ。だからそれを私は日本人がみんな認識してほしいわけですよね。そうするとね、胸張って歩けるわけですよ。外国が何言って何言ってんの新参者がね。アメリカが何言おうと、中国が何言おうとね。イギリスが何言おうと、何言ってんのとおしまいですよ。なるほど。じゃあ今後、例えばさらに5年後に向けて国家

さて、えー、お茶の水女子大の教授を退任されて、まもなく1年ということですが、今はどんな日々を送ってらっしゃるんですかえと、ね、朝起きるとね、自分でごあの朝食をちょこちょこってヨーグルトかなんか食べてね、うん、仕事場に出かけるんですよね。ほうほう女房はまだ鼻ちょうちに出してますけどね <laughs> <laughs>、女房が起きてくるまでいるとね、<laughs> なんか、あなた今日家にいるのっていう感じで見られるの嫌だからね、<laughs> 慌てて逃げ出すんですね <laughs> それでで時間ぐらい仕事場でね。 あ仕事して、そして、まあ、主任出筆ですね、それであの7時ぐらいに家に帰ってくるっていうね、う7時から7時までって感じですね。う セブンイレブンじゃないけど七、ね、7時から7時まで。セブンセブンですね。そうです。<ー>そういう生活を規則正しくやってますね。なるほど、なるほど。で、主に執筆活動というそうですね。まあ、執筆だけどね、ずっと書いてるわけいかないからね、時々、あの、YouTube ってやつでね、あの、ミソレヒバリの歌聞いたりね。<laughs> <laughs> で、あの、音楽聴いたりしますよね。<laughs> な,るなるほど、なるほど。で、特にね、あの、大学行ってた時は、 例えばね、90分授業1回、それから2時間半ぐらいのゼミと、大体、うん、1>, いい1日に4時間ぐらいは喋ってたわけですよ、行く、うん、とね、行った日にはね。はい しかし今一秒も喋らないことが多いんですよね。ちょっともう声が出なくなっちゃうわけね。うんうん、だから音楽聴きながらね、<laughs> はい、ミソロヒバリと声を合わせてね、歌ったりするんですね。<laughs> うん、そうなんですね。うん、そうか。じゃあ、主に書くけど、えー、時々ミソ,ミソロヒバリとデュエットするということ。そうです。なるほど。あの、教育者として学生のみならず、これからの日本を背負って立つ若者、まあ先ほどポテンシャルが非常に高いという噂も聞くということもありましたが、うんうん、そういった若者に、 先生が送りたい言葉というのはどんなことですか誇りを持てっていうことですね誇りを持て誇りを持てた、うん、家族それから郷土祖国ねそれから人類と こういうものに対しては誇りを持てっていうことですね。やっぱね、誇りを失ったらもうだめですね。そして、楽観的にいけっていうことですね。楽観的もう悲観的になったら、もうそれで人生はおしまいと。自分をね、疑ったりしちゃいかんと。自分を客観的に分析なんかしちゃいかんと。自分を客観的に分析したらもう生きていけませんからね。私だってね、もう主観的でいいんですね。古代妄想でも何でもいいからね。とにかく楽観的にいけと。 1、ね、つ楽観的でいいの方がいいのはね、うんはい、自分がその挫折したときに立ち上がる力になるんですね。うんうん、もう人生というのは挫折につく挫折ですから、このときに、ね、楽観的じゃない人はそのまま潰れるんですね。うんうん、それからもう1個楽観的じゃないとね、能力が全開しないんですね。 これはね、例えばね、数学なんかできない子っていうのはね、数学の試験のバーっと問題配られて、見た瞬間にこれはだめだと思っちゃうね、<ー>その瞬間にね、能力の半分以上は停止ですね、したがってね、本当に全然できないわけね、うん、問題配られたらなめなきゃいけないわけ、とにかく数学の問題配られたらなめなきゃいけない、うん、何この簡単だくだらない問題って思わなきゃ、<laughs> そう思わないとね、勝てないわけね、試験ってのは勝負だからね、うん、要するに必ず楽観的にならない。 例えばね、フィールド賞もらったね、ポール・コーエンという大天才がスタンフォードの大学にねで、その人をよく知ってるんだけど、うん、その人はね、どんな問題でされてもね、見た瞬間、第一声は、oh it's s o、so、easy と。ね、<laughs> そう言って大抵解けないらしいんだよね。これは簡単だってかしそのような 大天才のポールコア、フィールドショー撮ってますからね。うん、大天才でもね、まず第一声、oh, it's so easy と。うん、こりゃ簡単だって言って自分はね、鼓舞しないと脳が回転しないわけ。うんうん 天才だって問題出されたときね、やはりね、怯えるわけ、自分は天才ってみんなに言われてるけど、この問題解けないで恥かくか,かなとかね、自分の能力じゃかなわないような問題かなとか、いろいろね、ドキドキするわけね、そのときに、h、oh, i いつ so イージーということになってね、はあはあ、気合が入っちゃうわけね。って 楽観的じゃなきゃいけないということですね。日本の経済についても、国の先についてもね、楽観的になると、うんで。アイディアも楽観的にならないと出てきませんね。んで自分を 客観的に分析してはいかんということですね。うもう主観的で全く良いと。自己猜疑心を持つなと。<laughs> 自己猜疑心を持つ人は死ぬまでずっと自己猜疑心で疑いながら死んでいくだけの人。うん、何もできませんね。したがって楽観的じゃなきゃいけない。そして誇りを持てと。この二つはお互いに、この、関係しちゃってますけどもね。なるほどね。そうか。あのー、先生は、まあ、数学者としても、そして作家としても、もう本当に体制、 されてきた理由というのはご自身ではどう分析されてるんですか まあ体制かどうかわからないけど、まあ、のやはりねあの、両親がね、子供の頃からいろいろな局面でね、美的感受性っていうものを育んでくれたの、一番感謝してますね美的感受性美的感受性っていうのは、数学とか物理とかね、そういう自然科学において最も重要なもんですね。<ー>もちろん文学とか、はい、芸術とかね、そういうものは、ねえーね、一番重要ですけど、こういう分野でもね、あの数学、物理なんかでもね、一番重要なんですね。 いわゆる自然科学と言われるものに、そうなんです、偏差値とか知能指数じゃないんですね、美的感受性が一番重要なんですね、美に対するこの繊細な感受性ですね、これはね、なんでかというと、自然界っていうのはすべて美しくできてるんですね、もう神様がそう作っちゃったんですね、う仕方がないんですよ、仕方がない例えばね、物をね、リンゴを落とそうと、ロケットが落ちようと、王選手がホームラン打っての古いかも分かんない。 ホームラン打とうとね、なんだって F イコール MA っていうね、本当に一行のね、式で全部言えちゃうわけ。こんなことね、ありえない話よなね。複雑な方程式で記述できるならわかるけどね。F イコール MA でおしまい、以上ね。自然、神様がそう作っちゃったわけね。でも数学も物理も科学も、すべて美しいわけ、定理。重要な定理はね。で、逆にね、 美しいものは大体正しいわけね。で、見にくいものは間違ってるわけ。だからね、正しいものを追い求めるっていうのはね、美しいものを追い求めると同じことなの。で、日本人が数学とか理論物理が特にすごいでしょ数学はノーベル賞があれば20名は硬いと言われてるぐらいね。なんでそんなすごいのか。美的感受性だと。文学が世界を圧倒していると。美的感受性だと。芸術もものすごいんだと。こういうことなんですね。従ってね、 この美的感受性を、ね、育むということはね、あの親とか先生が一番、ねうん、心がけなきゃいけないことなんですねはあ、はあで、私の場合、両親がそれを心がけてくれたから、非常に感謝してるね、<ー>だから私は自分の子供たちにそれを、ねうん、育むようにあの、いろいろ努力してますね、例えば夕日がね、あのうん、夏なんか、山荘に行ってるわけですけど、はい、夕日がわーっとこの沈んでいくとで、空が真っ赤になる。 そうね、夕日だぞーって言うと、子供たちがみんな各部屋から飛び出てくるわけね。うんうん、それでみんなで見てね、もう大学院の息子たちがね、うん、ああ、すごいなーって言ってね、これでやっぱり美しい夕日を見たら、やはり感動するんだってことを分かっていくわけね。うんうん、この美的感受性っていうのはね、教育の成果ですからね、先天的に持ってるもんじゃありませんから、やはり親が感動してみせて、子供に伝えてと、うん、こういうことですね。なる,なるほど、なるほど。で、これがあればですね、もう。 本当に鬼に金棒ですよ。<ー>もう日本ってね、美的感受性のみでやってきた国ですからね。日本はものづくり大国でしょ世界がどう頑張ってて、日本にはかなわないわけ。うん、よくね、日本は金融大国になるなんて、アホなエコノミストもいるけどね、うん、とんでもないことで、日本は金融大国になれないんですね。うん、絶対に能力的になれないんですね。しかし、ものづくり大国はもう世界を寄せつけない。なぜかと。素晴らしい品質のものっていうのは、みんな美しいんですね。 ね、だから日本人、美しいものはね、この品質が高い、したから日本人はね、美しいものをいつもめがけてるから、うん、品質の素晴らしいものを生んできちゃってるわけね、だからこの日本人のこの特性、うんうん、世界で圧倒するような美的感受性ですよ、うんうん、これによこれと最も、ね、密接なこのものづくり大国で永遠に生きざるを得ないんですね、うんうん、これが素晴らしいんですね。うん、そうかでももねそのの美しいものが、まあ 正しいものであるということになると 結局、どういうものが正しいかということを知るためには、どういうものが美しいのかということを知らなきゃいけない。この間ね、あの、10年ぐらい前にね、プリンストン大学のエドワード・ウィテンっていうね、ソリューシロンの世界のトップの人と対談したことあるんですよ、京都でね。その時にね、彼のね、スーパーストリング・セオリーって言うんだけどね、要するに物をどん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 切っていくと分子、どんどん切っていくと原子、それをどんどん切るとね、素粒子、それをどんどん切っていくとね、クォーク、それをじゃんじゃん切っていくと最終的にはスーパーストリングって言ってね、 ののようなものが震えて,るっていう、うん、いわゆる超ひも理論ってね、それをね、いつぐらいになったら確かめられるかって聞いたわけ、正しいっていことがね、そしたら500年経っても確かめられないって言って、<laughs> ね、実験でも観察でもね、<laughs> それでなんでお前ね、それは正しいと信じてるんだと。あまりにもね 数学的に美しいからだっていうわけよ、その理論<ー>こんなに美しいものが間違ってるはずがないっていう <laughs> なるほど、なるほど、ね。こういう世界なわけね。だからもう美しいっていうことと正しいっていうことはもう同じことなんです、ね、い,い,ういう、ね、だからこそね、この美的感情性っていうものがね。だから例えばね、この日本の文学が世界を圧倒していると。 この翻訳されてないから、みんなよく分かってないだけでね、なぜかっていうと、これはやはりその美的感受性なんですね、芸術も素晴らしいですよ、うんうん、天平時代なんてね、もうミケレンジェル級の彫刻家はゴロゴロ言っている人、専門家いますからね、うんまあ、天平時代の彫刻家には朝鮮からの帰化人も多いですけどもね、うん、その後もね浮世絵とかね、もう世界にものすごい、このフランスのインプレッショニストたちにものすごい影響を与えた、ゴッホとかモネとかね。 そういうようにね、素晴らしい芸術。みんなね、<え>この日本人の美的感受性ですね。なるほど。もう一般庶民になってみんな豊富に持ってますよ。うん、世界でね、誰がね、あの、もみをね、秋にモミジ狩りに行きますかって、日本人だけですよ。<laughs> ね。ヨーロッパ人とっちゃモミジなんて単に死にかかった葉っぱですからね。<laughs> 日本人だけですから。<laughs> ああ、枯れ花も一歩手前ぐらいな感じですそうですよ。<ー>こういうね。 何とも言えないものの哀れとかね。うんうん、これも美的感受性の最も高尚なもんですよ。うんこういうものを持ってるってことですね。そうか、じゃあね。本当でも美しいからには正しいに違いないという。ね、でもやっぱりその何をもって美しいかという神美眼が本当に試される。うんうん、そうです。で、それは教育とか後天的に植え付ける。 ものなんだということそれには美しい自然に親しむ。あるいは美しい文学、詩等を読むと。美しい絵画を見るとか。この美に触れないとダメですね。世界の天才っていうのは私調べたことありますけどもね。人口に比例して出ていないんですね。残念ながら民主的じゃないんですね。出るところからしか出てないんですね。かなり 偏っ,てる偏ってます。うん、インドの中でもね、インドは天才出してますけども、うん、偏ったとこしか出てないわけ。うん、やはりね、美しいところからしか出てないわけ。うん、美の存在するところからしかね。<ー>だから美を、美しい自然を保つということも重要だし、この美っていうものがいかに重要か。 なるほど。天才は必ず美しいところから出てる。そうです。<ー>見にくいところから出ないんですね。<laughs> の美のないところからね。<laughs> はあ、残念ながらね。そうかいや、うん、いや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 、これじゃあいよいよその美的感受性というのが。<laughs> そうです。本当に。 その人間として生きていく上でので。だから私は政治家に会うとね、農村を大事にしろと。うん、あるいは食料自給率を上げるだけじゃないんですね。うん、農民をね、きちんとこの保護してやらないとね、きちんと守ってやらないと、日本の田園が壊れる、自然が壊れちゃうと。うん、日本人の誇る美的情緒の源泉っていうのは美しい自然なんですね。うん、圧倒的に美しい自然と。 これが壊されたらね、全部ダメになっちゃうということなんですね。だからこそ農村、田園風景。そう、それをきちんと保たなきゃいけないんですね。ああ、そうか。いや、なんか、ものすごく説得力を今感じてます。はい、うん。あの、今年は先生にとって、非常に思い入れの強いご出版のご予定もあるというふうにお伺いしましたが、これは、 えっとね、あの今書いてるのは、ね、自分の半世紀ですね、これは5月ぐらいに講談社から出ますけど、はい、その後すぐ続いてね、父が30年前に、ね、の2月15日に亡くなったんですね、その時ね、毎日新聞に連載してたんですね、三日治郎さんが、古州っていうね、子ってのは孤独の子に憂って書いて、はい、古州って言うんですね、モラエスっていうポルトガル人の作家の伝記なんですね。ほうほう でこれをね、書いてる最中に亡くなっちゃったんですね、うんうん、して5分の3ぐらい書いたんで、うん、私は30年間ね、それを書き継ごうとずっと、うん、調べていたんですね、うんうん、父がね、完成したと同じように完成してやろうと。 父の思い描いていた通りにね、うん、それであの父と同じところをね、あのポルトガルを2度も行ってね、うん、同じルートで調べて、同じ、えー、旅館に泊まって、うん、同じ食べ物、同じ酒を飲んでね、うん、それで全部同じ人々になって取材してきたわけね、うん、それでいよいよね、今年の初夏の頃書き始めてね、うん、それで暮れに文芸新住者から出ると思いますけどもね、うん、でこれをね、要するにさ父がね、残念ながらね、 この無念の中でね、亡くなったと。それを私が30年後に晴らすっていうね。武士道のね、仇打ちみたいなね。そうか、文学での敵打ち。そうです。いやかっこいいっすね、そのね。私はもっと早くしたかったんだけどね、あんまり早くするとちょっと何や武士的になるから嫌だなと思って、30年待てばいいかなと。いやー、そうですか。30年の時空を超えた敵打ちが。そうです。しかもね、今年の暮れになると、私、父の亡くなった年と同じ年なんですね。あ、そうですか。そうです。 私はまだ死にませんよ。<laughs> これから愛人10人ぐらい作って、ね、子供100人ぐらい作ってから死ぬ予定ですからね。<laughs> そうですね。したがってそういう点でもね、うん、あの、いろいろなあれが重なってるね。うん、父の思いをね、はい、私が晴らすっていうね。それがじゃあ今年の暮れぐらいの観光予定といこと、ねそ。そうですそうですね。はい。これもぜひ楽しみにしたいと思います。はい、あの、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。 例えば、小学校の時なんてね、私、あの、絵の先生がね、安野光正先生なんですよね。おお、あの画家のそうです、そうです。それで、彼がね、彼はね、もちろんね、その、絵の授業ですからね、美的感受性みたいなものを教えてくれましたね。うんそれと同時にね、ユーモアっていうのを教えてくれたんですね。ユーモア。ユーモアね。彼らの話はすっごい面白いんですよ。うんそれともう一個教えてくれたのは、なんとね、数学の面白さなんですね。 彼はね、数学大好き人間なんですね。<ー>でね、うんわわ、僕はね、4年生の時に問題を出したもので覚えてますよ。うん、太郎君と二郎君がね、100メートル競争したっていうのね。で、競争したら、太郎君が100メートルね、行ったときに、二郎君が90メートルに行ったっていう、うん、10メートル差がついたわけ。はい、じゃあ、次のもう一回やろうっていうことになってね、太郎君がね、スタートラインからね、10メートル後ろから出発すると。あ、ハンデをつけるハンをつけると。はい、そういったらどっちが勝つかっていう問題でしたけどね。 でみんな分かんないわけ、うんね、そして僕はパッとこうにやったんですよ、そしたら、うん、なるほどと。 やっぱ太郎が勝つんですけどね。1メートル勝つんだけどね。太郎が1メートル。要するにね、すっごい褒めてくれたわけね。こうやってね、酸素の話ばかりして問題出したりしてね。だからね、彼にユーモアと、ね、それから数学の面白さと、技的感術でみんな教わってもらっちゃったわけね。ああ、すごい現象でしね。そうなんですよ。そうなんですよ。だからね、彼は大学出てすぐああいうとこで絵の先生や。数学大作のね。 だからそれは非常に思い出に残るね、そうか、安野先生。いやでもそれは本当にでも、藤原先生の本当に3つの大きなね、そうですね、エレメントを。そうですね、ユーモアって非常に重要ですよ、2つの異なるものをね、ふっと結びつけるのはユーモアですからね、意外なものをね、これは数学における独創と近いですよ。独創っってのはやぱね 一見何の関係もないような二つのものを結びつけて初めて独創になるわけですね。無から有を作るわけじゃないですから。すで、うん、にある関係ない二つのものを結びつけて新しいものを作るわけですからね。うんうん、非常にユーモアと似てるんですね。そうかだから、たけしなんていうのは数学できると思います。<laughs> <laughs> <laughs> ユーモアある人は。そうです、そうです。かなりこうイコール数学できるそう,そ,うでそうです、そうです。そうですか。わかりました。ありがとうございます。ラジオ版学問のすね。本日は、お茶の水女子大学名誉教授の藤山 藤原雅彦先生にお話をお伺いしました先生どうもありがとうございました <laughs> どうもありがとうございましたラジオ版学問のすすめスペシャルエディションラジオ版学問のすすめスペシャルエディションお茶の水女子大学名誉教授の藤原雅彦先生をお迎えしてお送りしました 藤原雅彦先生、名著講義、そして国家の品格などを読ませていただいて、そのものすごい怖い先生を僕は想像してましたが、やっぱりねこうやっぱりユーモアというのは何においても大切な素養の一つなんだなということはもう、ね、身をもって体現されている方という感じもしましたし、まあ、でも品格のある人間というのは美的感受性、必須なんだということ。いやこれも、ね、非常に 本当にこう納得できるお話の数々非常に楽しかったですラジオ版学問のすすめ本日の授業はこれにて終了生徒は私鎌田健でした